中京 TV スポーツ。1月下旬プロテストトップ合格、清本美波選手の姿はタイにありました。朝から日が暮れるまでボールを打ち続けます。やっぱ冬だと、冬だから触れてないのかなとか、トレーニングが合ってないから触れてないのかなとか、トレーニングやってるけど触れてるかなとか結構思ってたんで、でもちょっと触れてるんじゃないみたいな、初速上がってるんじゃないみたいな感じではあります。去年一緒にプロテストを合格した同じ愛知県出身の余語結菜選手や、一昨年の全米女子アマを制した馬場咲希選手との合同合宿、これまでの実績ははるかに格上です。自分に足りないところもっと極めていきたいなとか、盗もう、技を盗むっていう咲希ちゃんはコンパクトなスイングでなんであんなに飛んだりするのかっていうのが気になっていて、あと結菜ちゃんはもうずっとそうなんですけど、あのアプローチがすごい上手なんですだからどう、なんかシンプルに簡単に打つので、そこを結構見てます この日の練習では繋がない、グリーン周りのアプローチが思うようにいかなかった清本選手。余語選手はなぜシンプルに、なぜ簡単に打てるのか食い入るように見つめます。入る多分感覚なんでしょうね。センスが、なんか打ち方っていうか全部構え、ほぼ、で高さ、もう右に低くしたかったら、もう全部ほぼ右でハンドパス強く左がどんどん強くなるし、上げたかったら逆。ああ、そういうこと？うん。もうちょっとまっすぐ。ボールの位置を変えただけで、本当だ。このままずっとこうだったら、ダブったらめっちゃびっくり。振り方は一緒で、そのボールの位置だけで変えられるっていうのは、なんだろう、簡単に。こういうのもあるんだ、みたいな感じです。その姿は、ライバルというより、共にプロでの活躍を誓う仲間です。ゴルフとオフをしっかり分けるのもプロとして大切な要素。あら、オフ見れる？オフ見たいんですよ、もうゴルフファンは。ありがとうございます。こういうとこ見たいな。食べる。うまいや。クレープの生地にバナナを挟んでシロップをかけた現地のスイーツ。楽しそう。何？すごい密着させてもらってるじゃん。スー。
清本美波選手のプロ1年目が始まります。プロテストみたいにめっちゃアンダー17出たじゃないですか。あれを伸ばすってよりはめっちゃ悪いのをこう縮めて安定したゴルフできるようになりたいです。いい VTR でしたね。たまんないっす。楽しかったですよ。ゴルフファンからしたらたまんないですけど、びっくりしたのがその練習もお父さんが教えてて、はい、そうですね。しかもお父さんその100も切ってないアマチュアゴルファー。いや本当にお父様の分析力と語彙力がすごかったんで出来上がった子だと思います。これからね、いろんなプロのこう厳しさも目の当たりにしていくと思いますけども、はい、期待したいですね。